今回はカルナ究極でモーツァルトアルファ使います。でここワープ必須なんですけど、ワープウィンド必須だけど、まあ、ウィンドくらいはなくてもなんとかなるとこなんですね。復帰勢に今回それを見せていきたいと思います。でこれステージだけやってみたんですけど、これすごかったんですよね。いきますよ。はい、これで友情出すんですよ。で友情で倒せちゃうんですよね。こんな感じで、ほらこんな感じで、もうなんかカルナのそのクエストってイカワンパンとかそういうのいろいろあったんですけど、もうそんなこといらなくなっちゃって、もうこれでいけちゃうんですよ。友情で倒せる時代にもう今はなっちゃったんですよね。なんで今回はこれ使っていきます。で本当はね、もっと別のとこで使おうかなと思って、最初キンキンの方からちょっと見てったんですよ。そしたらなんとこのキャラ全然使えるところがなくてですね、高難易度では。例えば、近畿の22とかだと、あそこって触れたら攻撃アップ。で、しかも直殴りじゃないとまともに削れないとこなんで、まあ役に立たないと。で、17の極は、もう友情コンボが潰されてるんで、まあ話にならないと。なんで、まあ近畿だと、12とか、あと7の極、あとは1の極とか、その辺でしか多分使えないんですよね。いやちゃんといけるね。だこんな感じでもう殴らなくてもとりあえず適当に友情だけ撒き散らしてたらもういけちゃう時代になっちゃったんですよね。あとは短縮しながら削っていきます。はい、おお一応超ワープもついてるから、これで殴りもちょびっと上がってますね。でまあそんな感じで近畿はあんまり使うとこなくて、でじゃあ豪絶の方行こうかなと思っていろいろ見てたんですけど、そのあれなんですよ、豪絶はね、まあ行くとこそんなないんですよね。まず、多属性見てもそんなに行くとこなくて、多分行けるとしたら、ビーラとかぐらいかな、パッと見た限り。で、あとは、その、友情出しながら削ります。はい。で、ビーラとかぐらいで、あとね、その、水豪絶、じゃあどこ行こうのかなと思ったら、ノクターンとパラドクス、あれ両方とも、地雷必須で、さらにパラドクスに限っては、もう地雷が即死級かつ、あと内部弱点と弱点倍率アップで、その、超絶フォーミングもボールボームもあんまり機能してくれないんですよね。で、最後の希望のノクターンはね、使ってみたんですけど、意外と強かったんですよ。ただ、問題がちょっとあってですね、それが、その、今動画出そうかな、結構強かったんですよ。ちゃんとブーストしとけば、ちゃんと超絶フォーミングも弾処理したりとか、いろいろ使えたんですよね。あと弱点に当たれば、魔導士削れたりとか。ただ問題が、ノクターンの覚醒した後に、そのボス単体になるじゃないですか。いろいろ弾とかその辺の防御ダウンしてくれられたとして、あれの後に、その超絶フォーミングが、なんと、この隠れてるビットンに飛んでったりとかして、全くボスに行ってくれないんですよね。もうこれには、お手上げ。はい。これはい。これはい。まあ、そんな感じで、ちょっと、あんまり良くなったんですよ。いや、そんな仕様なんで作ったのって、もう運営さん、もう1年前からモーツァルトアルファ対策してたんだと思って、もう感心したんですよね。はい。多分作るときに、だからノクターン作りますけど、何考えたらいいですかって聞かれたときに、きっと、いや、モーツァルトアルファっていうのが1年後来るから、これに壊されないようにしといてって言われたんだろうな、きっと。で、これはい。で、みんながね、で、カルナもカルナで、混乱受けちゃうと、友情出ないから、その辺のちょっと問題点もあるんですよね。はい。これ、はい。あと、ウィンドに集められるのも、ちょっと一長一短なとこある。みんなでウォールボムを同じところに当てられるから強い、みたいなのと、あと、そういうのもあるのかな。で、ただ集められて、混乱、こんな感じになっちゃうみたいな感じもある。これ、はい、こっちあるか。これ、はい。こう打って、こう打って、ぐるっと回って、はい、倒します。あ、そういえば、ツイッターで見たけど、ジョジョの6部がアニメ化するらしいんですよね。で、4部までは全部見て、自分の場合、漫画は全部知ってるんですよ。漫画は知ってるんですけど、ちょっと待って、ちょっと短縮もしたいな。はい。漫画は知ってるんですけど、アニメの方は4部で止まってるんですね。5部は、何クールあったっけあれ。確か、52クールぐらいあって、その、結構話数が多いんですよね。だから、確かね、追い切れなかったんですよ。途中で。見るの止まって、確か5部の途中で今止まってるんですよね。はい、これ倒します。削ります。おー、めっちゃ削る。いや、適当に暴れてたけど、友情全部だよ。いや、紋章で混乱対策とかできるようになったら、これ強いのかな。で、これ、はい、倒します。で、そういえば、ジョジョの、その6部のアニメ化するんですけど、主人公の声優が変わってたんですよね。確かゲームとかだと、6部の声優さんは、名前言っても多分伝わらない人多そうだから、確か、モンストの、アナーキーモードの人だったんですよ。アナーキーモードの人だったんですけど、なんか声優変わっちゃって、その、ダンベルの人になったんですよね。はい。
まあ、結構ある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 なのかな。まあアニメしてるとたまに見かけるね、そのアニメとゲームがなんか違ってたりとか。あとジョジョでもちょこちょこあったので、確か4部も主人公の人が確か声優変わったみたいな話なかったっけ。はい、いやでも元々やってた人からすると結構ショックなんじゃないのかな。あれ私昔やってたのみたいな。いやそういうのもきっとあるんだね。まあ大人の事情とかなのかな。はい、でこんできれば、あーうわー剣持ちたいけど、とりあえずこれ横貫します、横貫します。でできればあれしたいんですよね、そのこれ、はい、削る削る。何したいかっていうと、友情ビットみんな持ってる状態にしたいんですよ。だから、とりあえずこれで、うわーこれ横貫したら倒せない、どうしよう。みんなだから友情ビット使える状態でカルナ乗り越えたいんですね。ここで使うと早いかな。でカルナは段階があるから、その覚醒したりとか雑魚処理したりとか、ここでは使わず、ここ横貫で削って、はい、ここ横貫で削っていけるかな。よしギリギリで、覚醒したら 100% 混乱放ってくるから、それをちょっと防ぎながら立ち回りたいんですよね。ここで使うか、いやでもここで使っても、だからそっちのジョロキアの防御ダウンがあるから、それもちょっとあるから、ここで使って、次ジョロキア倒して、いやちょっと微妙だな、もうジョロキア倒すところからエクセス使おう。はい、でこれ殴って削って倒しますの、これはい、でクソミントじゃだな、ミント集められるのがうざいんですけど、でここで生成使って、ここから全部削っていって、でこれのせいで混乱重複したらめちゃくちゃめんどくさい。はいはい、でここで削っていって、はい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 、よし OK で、みんなばらけてるから、多分そこまで大きく混乱が影響することはないでしょ。であとはここからできれば1、2のどっちか、 3P は一番飛んでほしくない。 3P に飛ぶとちょっと混乱長引くから、あんまりやりたくない。頼むだな、頼む頼む。 4P よし OK で 4P、 お一番いいんじゃないこれいや一番いいパターンだ。そしたらこれを、これ避けての、避けての、ちょっとここ殴ろうか。はい、よしこれで、いや結構これでいけんじゃん。はいはいはい、でこれでボス覚醒からいける。いやこれ強いんじゃない。でこれで解けました。で集められます。でこれをウォールボムで予感するだけで、ちょっとこれわざと外そうかな、多分強いでしょ。はい、これでどれだけ削れるか見えるね。おおあもうウィンドウも壊れてる。いやこれ、いやそっか、ウィンドウ壊せんだけどさ、ガリバーごときでできるから、もうモーツアルファにできないわけがないもんね。だこれで、いやこれ初手から壊せんじゃないの、そしたら初手からこれ壊していけんじゃない。とりあえずあれだな、いろいろこの被ってる 3P、4P これ分解したいな。はい、こう打ってこう打って、はい、おいい感じ。あー初手で壊れ、ワープとウィンドウがなくなっちゃったで、ある意味これは超ワープの威力上がりなくなるからデメリット入っちゃうけど、わこれで誰に飛ぶかだな。誰、おー 4P か、 4P だったらいいでしょ。そしたらいやこれどういう風に動いたら一番強いのかな。とりあえずじゃあ上に打って、上に打って下に打ってでいいのかな。上に打って下に打って削ります。はいはい、おお一手で一手で完全にウォールボムが全部仕事してる。でここで行って、そのこれ何もできないですね、混乱してるからちょっと本気出せない。はいはい、まあ、ちょっとこれ下がっていって回復だけしとく。でもこれでちょっと消えていっちゃうね。ここからは、その、もう完全に消えていっちゃうけど、まあ、これで残ってるから。はい、よし、唯一の唯一のみんなができるアドパターン、友情ビット。はい。これ、はい。おおいや、そんなに強くない。思ったより、まあ、外側だけだしね、弱点に当たったらきっと強いんだろうけど、ちょっと弱点の位置と、みんなのホーミングが良くないね。でも外側でこれだけ削れるから弱点に当たったらきっと強いんだろうな。うわ、キモ、これなんかコメントでバッタの大群みたいって言われてるの見て、もうそれにしか見えなくなっちゃったっていう。これあるね。で、そしたらもうこれあとはもうこう上打って、はい。うわぁ、バッタキモ。いや、バッタってキモいよね。もともと一匹のバッタでもめっちゃキモいもん。ごきげんよう。